こんにちは、ヨシネさん。まあ、あの、売上がたとえね、ゼロでもね、それまでに何をやったかっていうのは、かなり重要だと思うんですよ。で、売上がゼロ、A さん。売上が B、B, B さん。あれ何、何 ?A さんと B さんがいて、両方とも結果的に売上がゼロだった場合、A さんはあれこれ手を尽くしたんだけども、ゼロでした。B さんは、ちょっと難しそうだったんで、結構何もやりませんでした。ゼロでした。で、結果はゼロなんですよ。 世の中の評価ってのはどっちもゼロなんで「はい終わり」なんですけどもちょっと待てよとそれでもこの A さんが結果的にゼロだったけどもその過程がどうだったのかなってことを考えたら A さんにはポテンシャルがあるっていう言い方をするんですよねで次のチャンスを与えた時に同じように A さんと B さんにお願いしたら A さんは結果を出す可能性があるんですよまあこれは吉田さんもよくお分かりだと思いますけども分からないからやめるんじゃなくて わからないからわかるまでやればいいと結果が出ないからやめるんじゃなくて結果が出るまでやるんですよね。それが結果がすべてっていうことの意味だと思うんですよ。えー、っとね前も紹介したと思うんですけどもこういったあちょっとね、えー、例があるんですよジョジョの奇妙な冒険第五部の最後の方なんですけどもあのアバッキョっていうやつがいてねそいつが夢の中で 昔、同僚の警察官、アバッキオは警察官だったんですけどね。同僚の警察官が一生懸命、えー、捜査をしているところを夢の中で見るんですよね。で、その捜査っていうのは、コーラの瓶かビールの瓶でバシンとね、殴って瓶が割れちゃったと。そういう傷害事件があったんですよ。で、犯人が逃げてるから、どうしてもね、瓶の破片を集めて指紋を取っていきたいんだっていうことで、そこら辺にあるね、 割れたを全部集めて一個一個こうチェックしてるんですよでそれをアバッキオが見て「おいおまわりさんお前何やってんだ?」っていうふうに「おまわりさん何やってんだ?」って聞いて「うん昨日こういう事件があってね」少しでも犯人の手がかりにならないかなと思って見てるんだよっていうふうに言うんですよそしたらアバッキオは「でもさおまわりさんそういうふうに一生懸命やってても犯人が優秀な弁護士を雇って 結局無罪になって逃げちゃったら、その努力は無駄になるよね。っていうふうに言うんですよね。そあおまわりさんは手を止めて言うんですよ。いや私はそうは思わないよと。確かに結果は大事なんだけども、人間結果だけを求めると、どうしてもね、近道をしたくなると。で、やる気が次第に失せていくんだ。と。今回、確かに犯人は捕まらないかもしれないけども、何かをやろうとする意思が大事なんじゃないかなと。 犯人に近づいていこう近づいていこうっていう意思が大事なら今回取り逃がしても必ず近づくんだとだって近づいてるんだからっていうわけなんですよね、まあ、こんな言葉が妙に説得力を増して私の胸にこうストンと落ちたんですけども確かにね商売をやっていて今日の売り上げはゼロだったかもしれないでもチラシを配りまくって営業電話かけまくってそれでもしね誰も来なくってゼロだったらもしかしたらチラシは効果がないのかもしれないもしくは チラシをもっとと広範囲に配らなないいないいいいけかもしれないっていうふうに次の考えに至ると思うんですよ。お客さんに近づいていこうとしたらね。それから営業電話をかけたんだけども反応がなかった。これは電話が効果がなかったのかそれとも自分のターゲットとするお客さんを絞り込んでで電話をかけないからダメだったのかっていうふうな考えに至るわけですよね。そういういにして 何かをやった時には必ず何かが残るとその繰り返しで結果にどんどん近づいていってだから売り上げ上がるようになっていくんじゃないかなと思うんですよ確か吉田さんもかつてプロモーションしたけど売り上げ立たずに全部そのプロモーションの内容を一から練り直してやったら売れたっていうことがあったと思います売る商品は同じね売りたい商品は同じなんだけども打ち出し方 知らせ方こういうのを変えていくことによって売れなかったものが売れるようになるっていうことは結構商売であると思うんですよね。でこれね子育てをしていても思うんですよ。ね、大和くんがワーンと夜中に泣きました。どうしたんだろうと思っておむつをチェックする。どうしたんだろうと思ってミルクを飲ませてみる。ね、それでもワーンって泣くのが変わらない。どうしたのかなと思って抱っこしてトントントンと叩いてみる。 なななんかか不安なのかな悪い夢でも見たのかなって想像すするんですよでよもあの手この手を尽くしたんだけども泣きやまないしまいにはね泣きやまないことに腹を立てて「いいかいにしなさい!」って怒鳴るお父さんやお母さんがもしかしたらいるかもしれないなって私は夜中に想像するんですよその時に思うんですよこの泣くっていう行動は何らかの不満を言葉がまだわからない使いこなせない大和くんが必死で訴えかけてるんだろうなと何だろうと思って 例えばね、口の中に口内炎ができていて痛いのかもしれないお腹が痛くってなかなか踏ん詰まりを起こしていて苦しいのかもしれない痰が詰まっていて背中をトントンと叩いてその痰を落としてあげればいいのかもしれないもっと言ったら夜風に当たりたくってちょっと外に出たいっていう意思をただ泣くっていうことで示してるのかもしれないちっちゃい子供が泣くっていう言葉のその動作の中には 私たちが想像もしないようなもしくは忘れてしまったような真実の心の訴えかけがあるんですよね。でもそれを受け取る方が常識にまみれてしまってね。泣くってことはおしめなんだろう。泣くってことはミルクなんだろう。ぐらいの発想しかないんですよね。だから、あの手この手を尽くすっていうことにすぐにね、手法が尽きてしまうんですよね。で、打つ手がないから、 もう放置、諦めるイライラするみたいなことになっちゃうんですけどもそこで私は思うんですよ。興味を持ってねあれ今までこうやったら収まるってことをおしめにしてもミルクにしてもやってみたんだけど全然ダメだなと。じゃあ今までに自分が知らなかった不満もしくは伝え方何かがあるんだろうなと思って探り始めるんですよね。そうするとその時はダメでも諦めずに別の角度からアプローチしてみようっていう意思は残るんですよ。 で今となっては私はね大和くんがどんなことをしてもどうやったら処理すればいいかってことが分かるようになってきたわけなんですよねもともとはあのー、育児とか療育とか保育っていうものを学習して体験のない中で学習で処理しようと思いましただから多分ほとんどのお父さんお母さんよりも、うん、子供に対する、うん、アクションっていうのはね結構多くできたと思うんですよそれでも手に負えない問題があってなんだろうと思った時に 諦めてイライラせずになんか新しい発見をしないとなというふうに興味を持って結果に向かっていった時にやっぱり見つかるんですよね一つ一つ。でそういったものを繰り返していってもう今はね私は何が起きても大丈夫な信頼関係ができてるんですよ。だから多分家族の中で最もあのおじいちゃんばあちゃんも込みで最も私はね大和くんとの関係が深いんですよね。 うんだから今は何でも私はこなせるなと思いますし私がこなせなかったらもう世界でこなせる人はいないなぐらいに思ってるんですよね。でこれはだから子育てに限らずビジネスに限らず人生に限らず何でもそうだと思うんですけども諦めずに答えにたどり着こうと思うその意思がさまざまなルートを見つけさせてもしかしたらまっすぐ行くんじゃなくて裏のねルートを通る、うん、山の裏にはね花の道があるということわざもありますけども。 そういった自分にしか見えないものが見えてくるのではないかなと思うんですよ。これはね、FX でもそうなんですけども、テクニカルってものをマスターすれば大丈夫かと思ったら、そうでもないんですよね。テクニカルではさばけないものが、私にだけ見えるみたいなのもあるんですよね。まあでもね、これちょっとテクニカルの話を言いますと、私にしかわからない理屈は、やっぱり広めるべきではないかなと思っています。誰もがわかる公式だけを伝えていくことによって、 私の教育を受ければ誰も同じよよううな結果が出るようにしていかなないとなと私のなんか隠されたねノウハウをマスターしないとダメみたいになっちゃうとこれは途端にインチキ臭くなっちゃうんで、ね、だからあくまでも公式通りにやったら公式通りの結果が一定の確率で出るよっていうふうにビジネスはしていきたいなと思うんですよねその上でオリジナリティっていうのは他の人が追いつけないようにするための奥の手だと思いますまあ即化塾っていうものをやっていきまして多分 他の熟成さんの稼いでる人に比べて私はダントツで稼いでると思いますけどもそれでもね私には売れなかったお客さんに対して私の熟成だったら売れるっていうこともあるんですよねこれがだから面白いですよね、うん、だから必ずしも競争ではないんですけどもうん、なんかいい勉強させてもらってると思いますね、えー、ということで今回は「勤める勉強の弁」ということでお届けしましたありがとうございました